25分現在の道路交通情報をお知らせします。関越道を新潟方面へ走行中の方にお知らせします。小千谷インターから長岡ジャンクションまでの区間で雨が降っています。ネクスコ東日本からのお願いです。2月13日から関東全域で平野部においても降雪が予想されています。高速道路をご利用される場合は必ず冬のタイヤ装着をお願いします。ハイウェイラジオ関越道鶴ヶ島よりお伝えしました。あなたに実装ウェイネクスコ東日本。